でも飲みにくい。大根が美味しいはずだよね。うん、ちょっと、あ、重そうからですね。あー、でも、まあ、持つよ、まあ、うん、行くよ、うん、これ向かったやつ、ほこりかぶってる向こうもあったやつ、うん、これじゃあ帰ってくるんだ、ちゃんと帰ってくるんだよ。 OK、 一緒にいるんだ。行く、うん、行ける、うん、はい、まあ、これ日も自分で寝ずにかじられたからやり直したけど、なるほど、お酒だ。え、うわすごい。あ、聞いちゃったか。手飲めない。なんか梅酒みたいな。違うじゃない。この容器がさ、焼酎のに。あ、本当？じゃないの。もう。よかった。よかった。これは大丈夫。入るかな。あ、どうか。全部入んない。いや、持って。ひげちゃん、ソリは持ってってもいいの？持っててもいい。あ、雪ないね。そこの向こう川流れてるんで、あの上らへんから湧いてると思う。
てきたね。お母さん。どこが湧いてるかって湧いてるか、でも飲みにくいね。うん、あ、美味しいわ。ああ、美味しい ね。お、すごインドが。よいしょ。ほら、中すごい泡泡、ふわふわとか、一気に2個しか入れられないんだよね。で、取れないんだよね。ほら、
あ、はい。思うんだけど、でポンポンポン。え、今日もこれ？うん、全部それで。飲みたいこれ。買いたいけど買えられない。なんかバター細長く切っちゃった。意外と水っぽいんだ。メープルまだ食べてないんだよね。危ないよ。あ、めっちゃやりにくい。思い出したくないわ。ポップみたいになったの。まだそんなに暖かくない。いただきます。いただきます。いただきます。メープルかかってる。かかってるけど染みてる。てかちょっとしか。うん。
じゃ取れない。あ、残ってるのはさ、あ、危ない。なんか開けた？
こ。天板なんか一枚板なんかないからこう、こう板で貼り合わせて。あったか、こたつで豆炭こたつ、ここに子供さんにいただいた人参かもしれない。二人でやってるから仲良く、うん、大根も伊勢さんにいただいた大根だ。そう、楽しみ。どうかな、だからそこ味がお酢だったっけな。気持ちいい。一箇所切らして。マグロ。隠れて塩か。塩が少ない。最後に生姜だったね。生姜ホース。味噌いただいた、お味噌、うちの味噌。甘えてるよ。うん、ちょっと酸っぱかった。いや、冷たカツラの木、雪の中にね埋めてるんですけど、手加減見て。たっぷりだね、まあ、うん、うわ、どっさり。どうかな。
だ。しげちゃんやる？ああ、まやちゃんもできると思うよ。なかったね。動いて、下の指やって。めっちゃ膨らんでる。すごい油が。油がほぼもうちょっと。うん、そのくらい。美味しそう。置いて。全部。ギリギリできるのはここ辺で切ったらどこ？面白そうな、ね、これ生えてくるの？生えてくるかな。めっちゃ緑。置いといてみようかな。だって魚が丸だから単純に。美味しそうだ。うん。豆腐、今日のお豆腐？うん、そう。やっぱ美味しいね。美味しい。今日の豆腐って、今日もらったの？ん？今日、ん？来た。ありがとう。こんな美味しい。あとごまっぽい。しょうが。大根が美味しいはずだよね。大根めっちゃ美味しかったから、うん。いただきます。こっちでか。